岩切城は、宮城県仙台市宮城の区岸説にあった、春間な日本の城である。高森山にあることから、別名を、高森城という。東西約500メートル、南北約400メートルの点検の地を、城域としており、標高106メートルの高森山の尾根を3段、内市4段に作平して、 中心となる車を設け、峰続きの大地や谷を隔てた丘陵や、大地の各所にも車を置いて、掘り割りを作って、防御を固めている。大震災により一部の遺構が崩れたが、現在は復元された。岩霧は、道の区国府、多賀城から西に約一里に位置し、七木多田川と奥大道とが交差する、道の区国の交通の要衝である。古代の岩霧には、 多数の市場ができ東北地方最大の商業地域となった。南北朝時代の初期、五醍醐天皇が御子、森長新皇を、陸守る、る北畑秋院へらと共に、道の区国府、多賀城へ派遣すると、多賀城に、道の区将軍府が樹立された。現地、東北武士の代表者は、伊達行浅と、結城宗博である。王羽軍は、 京都で北朝方の足利が高氏らと戦い、高氏を九州へ敗走させた。さらに、大宇軍は、二度目の機内遠征を観光した。しかし、この時、欧州官領の岩切城主、畠山国市、同じく、欧州官領吉良忠しは、北朝方として、多賀城を攻撃し、則リ親王一行を多賀城から、福島県伊立郡領前へ追いやった。ところが、 北朝では、足利高氏と弟、足利忠義が仲間割れをし、官能の上乱となった。高氏方の畑、山国氏は、忠義方の吉良忠ダと岩切城合戦を行った。畑山国氏は、吉良忠ダに敗れ岩切城は落城。畑山国氏は自害して果てた。一方、弟、足利忠義を殺して、 関能の上乱に勝利を収めた、足利高氏は、霊山から出撃した大宇軍の機内遠征を、白川で食い止めると、多賀城を、再び攻略した。高氏は、京都を奪回し、五代醐天皇は、吉野へ逃れた。こうして、多賀国府を舞台とした大内法政権は、完全に崩壊した。なお、五代醐天皇は死に際し、のりなが新王に行為を譲っている。 南北朝時代から室町時代を経て、戦国時代にかけての岩切城は、留守市の居城として知られ、その所領は、現在の岩切リフ多賀城の一帯である。岩切城は、その間、留守市によって少しずつ整備が進められたものと考えられる。戦国時代末期には、伊達政宗が、東北地方南部を征服した。政宗は、 叔父のルス・マサカゲを岩切城主とした。元気年間、マサカゲは居城を理府城に移し、岩切城は廃城となった。1982年8月、岩切城跡は,は国の史跡に指定され、現在は県民の森の一角を占め、仙台市有数の桜の名所となっている。岩切城跡マイナス国指定文化財等データベース。 ありがとうございます。